はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今ですね、若者の栄養管理がね、とっても心配です。今年のね、5月末からね、まあその5ヶ月余りでですね、1万人余りの学生やね、若者がね、食料支援をね、受けた後ね、支援活動を行った日本民主青年同盟のね、まとめでね、明らかになりました。食料支援はね、32都道府県のね、103箇所でね、296回行われて、1万113人がね、利用してました。とある場所にね、建てられたテントにはですね、そのお米、即席のうどん、缶詰、レトルト食品、インスタント味噌汁などがね、所狭しとね、こうバーって並べられてね、募金を集めて購入したり、農家さんからのね、寄付してもらった食材なんだそうです。開始予告のね、時間をね、待つようにね、次々とね、学生さんたちがね、訪れてね、まあ一番乗りだった学生さんっていうのはね、冷蔵庫の中はね、水だけだとね、いうような感じなんです。で、まあ今この状況でね、そのアルバイトの仕事が減って、家賃を払うとね、その食費がなくなるという状況なんだそうです。ほんで、ある韓国のね、留学生はね、その父親の経営する会社がね、新型ウイルスの影響でね、潰れたと。そのためにですね、仕送りができなくなったというふうな感じをね、おっしゃってましたね。まあ、その他にもね、まあ、そんな学生さんたちが多いんでしょうね。そこのテントっていうのはね、まあ、いろいろなね、感染対策も工夫してね、学生さんたちがしっかり受け取りやすいように、小分けにね、袋にね、セットされて、いろいろ詰めてもらっててね、次から次へとパッと渡せるようなね、工夫がされていました。そこのアンケート調査によるとですね、まあ、1日のね、食費がね、やっぱ300円以下の学生さんがね、その回答者のね、全体の 15% をね、占めてました。まあ、300円で買えるものといえばですね、カップヌードルとね、おにぎり1個分ぐらいですよね。これで1日どうやって生きていけというのかっていう感じでね、その、この日本ではね、考えられないことです。これではね、学生さんはね、本当に食べていけません。その余力のある人がね、その困窮している人たちにね、その救いの手を差し伸べることがね、できないんでしょうか。というか、まあ、それではね、その、個人が負担することになるので、まあ、国が動いてくれれば一番いいんですけども、まあでも先日のね、10万円が支給されましたけどね、それではね、潤う学生が少ないということなんですよ。政府のね、支援はあまりにもね、厳しいもんです。それにまあね、遅れに遅れて届いた10万円のね、まあ、特定給付金っていうのはですね、その銀行口座に入ると、その大学のね、授業料での引き落としにされるので、食費に充てることがね、できないんですよね。まあ、そんな中ね、まあ、立ち上がってくれたのが、先ほど少しお話ししたとある場所に貼られたテントとかフードバンクなんですよね。全国各地にね、今の状況で苦しんでる学生さんたちをね、救おうとね、各企業さんらがね、寄付してくれてます。それはね、その食品製造メーカーだけじゃなくて、その食品を扱う他の企業さんたちが自社で決めたその販売期限っていうのを、まあ、過ぎてしまった品質に問題ない商品を寄付してくれるなどね、国が埋めれないところをね、埋めてくれてるんですよ。いや、すごいですよね。その各企業さんのね、寄付にはですね、学生さんがしっかり勉強して、無事に卒業をして、日本の未来を明るくしてほしいというね、思いが乗ってます。それをするにもね、やっぱりその体が資本ですから、食べて栄養をね、取ることができなければね、何もできませんのでね、本当に素晴らしいことだと思います。ね、これからね、寒くなってきてね、その動物が栄養をとって冬眠するようにですね、やはりね、人間もね、過ごしにくくなる季節にはね、栄養が必要です。で、これはね、食べることに関しては、まあ、健康であっても病気であっても関係なく関わってくることなんです。まあ、健康のためにはね、しっかりとね、栄養を取るために、体にいいものとされているものをね、こう選んで食べなければなりませんけども、で、そもそもね、その選べない状況はね、これからのね、過ごしにくい季節においてはね、まあ、あるものをしっかりと食べて、体調のコントロールをね、していってください。ね、冬も始まったばっかりですからね、しっかりとね、乗り越えていきましょう。そんな感じで、今日は以上です。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。